いやー、ジンさんすごい人ね、本当に。あれ、いきなり腹の具合が悪くなってきた。ちょっとお腹痛くなってきた。ちょっとごめんなさい。ちょっと解説中なのに腹が痛くなってきた。ちょっと腹の具合が、はい、パラ具合、はい、そう、俺。ルル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 ル新宿2丁目最強のバルク、ガセルンです。はい、今日はですね、広尾にありますプラチナムジムさんで YouTube 撮ってるんですけど、はい、なんとですね、とうとう博士部の部屋にですね、とんでもないゲストの方を呼んでしまいました。はい、ということで、お願いします。ルル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 ジンさんに来ていただきました。お久しぶりです。お久しぶりです。2月のドッキリ以来ですね。ドッキリ以来ですね。今日はありがとうございます。いえいえいえ、いや、ハード会いたかったっす。本当ですか。はい、なんか僕のルーティン動画とか見ていただいてるみたいで、めちゃくちゃ見てる。つか唯一つか俺ね、全 YouTuber の中で一番ハード君のルーティン見てるの。本当ですか。なんか用意しようしてないですか。いやいや、あのね、マジで見てる毎日。ごめんごくよる。最近彼加わりましたけど、うん、なんかインスタグラムでオストラとも言ってくれてません。やってるやってる。僕毎回スタンプ100点と送ってるんですけど、何やってるか分かんないですけど、もうなんかやってくれてますね。こう OOT ね。でも俺ね、僕の中で結構原君のリスペクトだったな。何すか、超面白い。嬉しいっすね。なんかあの中毒性あるんだよね、あのルーティーン。ああ、なんかラジオ感覚で聞いてくれる人多いみたいですね。そうそうそう。ただ皆さんね、見るときは虫時は注意してください。おそこら、トゥッ、おそこら、噛んだ。ということで、今日は肩トレ。僕、肩弱いですよ。特に弱い部位があって、胸と肩なんですけど、肩は特に弱くて、去年のボディビル大会をさせて出たんですけど、はい、チェリーショルダーって。チェリーショルダー、さくらんぼのような肩だなと。なるほど。絶壁リアと、はい、もうリアがねえと。なるほど。って言われてしまったんですよ。で、僕のやっぱ、馬鹿にされるんですよ。なんで、そういう奴らを今度出た時、みんなまとめてぶち抜いてやるとなるほどと思ってるんですけど、まあ、今日はジンさん、肩特にえげつないじゃないですか。はい、なんで、ジンさんの、まあ、普段されてるトレーニングメニュー、ちょっと、ご興味いただきたいなと思いまして、今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ、原君、はい、準備。最初なんですけど、まあ、今日僕のトレーニング。で、僕結構最初はそのプレス系入れることが多くて、まあ、理由としてはね、プレスって重量を扱える種目じゃないですか、一番、はい、ベンチもそうですけど、プレス系はやっぱ扱えるんで、まあ、しっかりね、重量を扱うっていう意味で、はい、ダンベルかバーベルでプレス、はい、普通にダンベルショルダープレス、ダンベルショルダープレス、バックプレス。でもね、バックはね、やっぱよく言うけどな、その後ろのこういうふうに張ったところには負荷乗るってことで、肩痛みやすいっていうのも。なんかあんまり人間の構造的に解剖学的にないみたいなのありますね、うん。まあ、海外の選手とかね、すごいなんか肩甲骨周り柔らかい人とか、すごい可動域取れる人とかいいかもしれないけど、なんか無理にバックプレスは、ね、僕的にはやらなくていいから、あ、基本的に、まあ、ショルダープレスが普通に多いですね。はいはい、じゃあ今日はショルダープレスから、はい、やっていきましょうか。お願いします。おっす、ほら、ほも新宿2丁目最強のバルク、赤セブンです。はい、どうも皆さん、こんにちは。はい、まあ、オープニングでね、まあ、最初喋ったと思うんですけど、まあ、今画面に出てる通り、なんと僕の合同トレーニングの相手があの IFBB プロのジンさんです。はい、もうびっくりですね。外出自粛で、まあ、2ヶ月間ちょっとジムから離れていたんですけども、まあ、その外出、自粛明けの合同トレーニング動画がまさかねジンさんだとはちょっと僕も想像していませんでした。本当に光栄です。はい、でね、今日見ての通り肩トレなんですけど、まあ、本当はね胸のトレーニング一緒にやろうっていうことだったんですけど、ちょっとジンさんがね、2日前に、胸やっちゃったっていうことで、肩トレになりました。まあでもまあ僕にとってはちょうどいいですね。僕肩弱いんですよ。でジンさん肩めちゃくちゃ強いんですよ。だから、ぜひジンさんのなんだろう、ちょっとね、まあ、考え方だとか種目だとかちょっと盗んで帰ろうということで、盗もうというね、ちょっと 目線だったり、まあ、質問だったりちょっと、させていただきました。はい、で、
何から話そうかね。まあ僕夏、去年の夏に、まあ、ボディビル大会出て、肩弱いとめちゃくちゃ言われたんですよ。もうリアがないと、肩がサクランボのようだと、チェリーショルダーだというぐらいめちゃくちゃに言われたんですけど、まあそういうね、なんかバカにしてくる連中を、まあ、次見とけよと、みんなまとめてぶち抜いてやるからよということで、去年の夏から、肩トレをちょっとずつですけど始めました。で、まあ僕ね、まあこう見えて少しずつ肩良くなってきてるんですけど、まあここでね、ジンさんとのゴートルでさらに、拍車をかけようかということで一緒にやりました。はい。で、まあこれ1種目目ダンベルショルダープレスなんですけど、まあよくねみんなやるじゃないですか、ダンベルショルダープレス。僕もやるんですけど、ジンさんが意識されてることっていうのが、まあ椅子インクラインベンチに背中はまあもちろんつける、で背骨までつける、なんだろう、腰もつける、なんだろう、アーチを作らないっていうことですね。アーチを作らないっていうこと、これ筋トレしてる人ならわかると思うんですけど、アーチを作らないとね、めちゃくちゃ重量扱えないですよ。そう、落ちるんですよ。そうで、より肩に入るんですよね。だけど、まあ、僕もそうなんですけど、なんだろう、重量見栄を張りたいがゆえにちょっと高重量扱いたくて、よりかかなんだろう、アーチをめちゃくちゃね、ブリッジを作って、ちょっと重量上げに行くっていうことがあるんですけど、ジンさんはそういうの嫌いらしいんですよね。はい。で、なんだろう、筋肉に効かせたい筋肉に、効いてる感じがないと、やってる感じがないということで、俺は嫌いだっていうことで、まあよりね、筋肉に効かせる方を、まあ、選択してされてるみたいです。まあ僕もね、まあ、これは何キロ40キロぐらいでやってるんですけども、5回ぐらいしか開かなかった。ジンさんはね40キロで、まあ、そのフォームで、20回軽々とやっちゃうんですよ。もうここでもうすごい圧倒的な差っていうのを感じましたね。はい。で、上げ切った時に肘を、ま、腕を伸ばしきってないんですよ。そう、抜けるからと、常に筋肉が緊張してる状態を作るんだということでやってます。はい。で、下ろす時も一気に下ろすんじゃなくて、負荷を感じながら、でネガティブで耐えながら戻していくということを意識されてるそうです。はい。うまいっすよね。僕もこうやって補助入りますみたいなオーラーしてるんだけど、とても怖くて、なんかジンさんの体に触れるのがなんかね怖くてさ、まあ触れてるけど、もう潰れないでくれ、潰れないでくれっていう思いでちょっと後ろ立ってます。やっぱりジンさんの補助って怖いからね、怖いからっていうか、別にジンさんが怖いんじゃなくて、なんかやっぱね、なんか怖いのかそう、なんかなるべく邪魔したくないんですよ、ジンさんのトレーニング。そう、だからなんか触れるのが恐れ多いっていうか、なんかね、ジンさんなるべく最後まで粘ってくれっていう思いでちょっと後ろ立ってました。やっぱこう見るとね、これ腕長いよね、ちゃんとね。ああ、で、あと20秒だ。そう、腕長いんだよね、あれね。もうたくさん折りたたまなきゃいけないから大変なんだよね、こういう種目プレス系ってさ。ジンさん本当プレス系の種目めちゃくちゃ強いですね。はい、じゃあ後半へ続きます。はい。次サイドレンズなんですけど、はい、僕の場合だと最初の2セットを結構な高重量で入れる、高重量か、まあ10で15ワイプ狙いでやるようにして、でその後のもう2セットは高重量で重量の半分かそれよりちょっと下げて、丁寧に丁寧に20ワイプ、20、はい、もう2セット、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 はい、はい。ということで、2種目目のサイドレイズ、みんな大好き、よくやってるサイドレイズなんですけど、ジンさんとのトレーニング動画がですね、トータルで30分以上あるんですよ。で、これをちょっと1本にまとめて出すのはちょっとさすがに長すぎるんで、前編、中編、後編とね、まあ、3本に動画を分けて出したいと思います。で、サイドレイズが、1本目の、最後の種目ですね。で、サイドレイズ、今これ、ジンさんからフォームをね、指南教えてもらってるところなんですけど、まあ、ジンさんがサイドレイズで意識してるところっていうのは、肩を落とす。で、まあ、その時胸張っちゃうけど、まあ、胸張るような
体勢になっちゃうんだけど、まあ、胸は張りすぎないように、で肩を落として、僧帽筋の力を使わずに、腕を斜め前に、振り上げて、でダンベルを放り投げるように動作を行うということを意識されているそうです。でちょっとネタバラシなんですけど、最初に、重い重量で2セットで軽い重量で2セットのトータル、4セットをしました。はい。で重い重量では15回くらいかな、まあ、20回くらい、うん、でも軽い方でもまあ20回くらいだったかな確か、はい、重いダンベルではまあハンドを使っていいからということで、やりましたね。僕が20キロぐらいでヒヒ言ってるんですけど、ジンさんはねこれを30キロでもう軽々とやるんですよね。いやすごいっすよマジで、はい、いやジンさんすごいっすよね本当に。うっ、あれ、いやちょっといきなり腹の具合が悪くなってきた、ちょっとお腹痛くなってきた、ちょっとごめんなさい、ちょっと解説中なのに腹が痛くなってきた、ちょっと腹の具合が、はい、パラ具合、はい、それはい、ここパラ具合、わけわかんねえだろ、おい、また歯が、なんかあいつまた始めたよ、だるいなとか思ってる人いないですか、思ってるでしょ、だるいなこいつって、だるいなって、だるいな、はい、だるめしやん、はい、それはい、これだるめしやん、笑ってないのはどこのドイツ、はい、それはい、ここドイツ、わらわんかーよー、まったくね、うん、はい、ということで解説に戻りますけども、何話そうか、ジンさんね、ほんと肩バカでかいんですよね。リアがもう突き出てるんですよ。こっから見てもわかると思うんですけど、うん。リアが突き出ちゃってるの。ほんと。はい。どうしよう、何話そう。もう解説し終わっちゃったよ。何話そう。何話そう。心配ないそう。何話そう、何話そう、あーもう歯がさ、もう歯がもうそんなこといいからって思ってないですか、もう、はい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 、歯がね、そのパターンね、いつものルーティン動画でやってるあのパターンね、はいはいはいって思ってるじゃないですか、どうせ思ってますよね、はいはいはいって、うん、分かってんすよ僕、はい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 って、はい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 、あるある探検隊、それあるある探検隊、それあるある探検隊、それあるある探検隊、さあ行くで、ジンさん、さあ行くで、ジンさん見てますか、見てますよね、さあ行くで、ジンさん、ジンさん行きまく、いつも行きま、行きますで、綺麗な夜景で唾を吐く、はい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 、あるある探検隊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 、さあ、ジンさん、まだまだ行きますぜ。まだまだこんなんじゃ終わんないっすよ。さあ、行きますぜ。バイトの初日でクビになる。はい、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 はい。あるある探検隊。あるある探検隊。それ、あるある探検隊。あるある探検隊。まだまだ行きますぜ。ジンさん、飽きないで見てくださいよ。壁にゲーム機投げつける。はい、はい。はいはいはい、あらあら探検隊、あらあら探検隊、あ、それあらあら探検隊、あらあら探検隊、さあ行きますぜ、まだまだ行きますよ、全然勢い止まんないですからね、暇さえあれば自家発電、はい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 、あらあら探検隊、あらあら探検隊、それあらあら探検隊、あらあら探検隊、あー疲れてきたね、フレンドできないオンライン、はい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 、あれは探検隊、あれは探検隊、そう、あれあれあれ探検隊、あれあれ探検隊、
歯がこいつ大丈夫か、頭大丈夫かみたいな思ってるじゃないですか、みんな思ってますよね。おいおい歯が大丈夫か頭こいつみたいな、そんなこと言わないでくださいよ。まだ助かりますよ僕は。まだ助かる、まだ助かる、マダガスカル、はいそれ、はいここマダガスカル。わけわかんねえだろ。はい、ということでそろそろこのトレーニング動画も、最後になってきましたね。はい、もう終盤です、あと10秒で終わります。はい、ここまでね僕トレーニングでコテンパンにされたの初めてかもしれないですね。じゃあ次回の動画もお楽しみに。じゃあバイバイ。